半前は先生です。ですね、販売中のね、インジケーターの説明です。このですね、インジケーターを、立ち上げますと、このようにね、表示されます。で今黄色の文字は分析中で1時間以上分析してですね、白文字になってからこの文字がね、シグナルを送り出します。現在自動最適化インジケーターはされておりまして、ここですね、現在の勝率と投資数、今まで分析した勝率のいいものが 75% の投資数が4個合計ねと出てるわけですね。で通貨国は1時間足ハイアンドローの1時間足用でございますので、これだけの通貨17通貨国分析ができます。それでこれ勝率が 100% で投資数が5個っていうのがいいのが見つかってる、まあ、こちらの方ね、これも勝率 100% 4個、投資数が4個ということですね。で、この M1 1分足なんですけども、5分足、15分足にできます。今1分足にしておりますよね。で、ちょっとね、今多くを表示してるんで、処理に時間かかっております。ちょっと待って、こちらっていうかな。ちょっとね、動作がね、遅くてね、今、分析中なんで。結構ですね。で、一つの設定なんですけれども、設定方法をですね、ちょっと説明いたします。パラメーターの入力なんですけども、このようにね、これはね、ライン、このね、分析表示させるライン数なんですね。で、このぐらい今限界ですね、この数がね。5000ぐらい、5000以下でやってください。で、5000、この数、分ということですね。分前から分析してるわけです。で、ここを M1 から M5 にしますと、5分足の分析になりますと、今度5分かけるこの数になるんですね。だから相当前から分析ができます。こちらなんですけど、こちらの、設定はですね、シグナルするのはこの3個以上を分析します。これ今3個しかないんですね。 100% の勝率3個しかないんですよ。だからないんですけども、まあ10個とか100個にしますと、100個以上シグナルがあっての勝率を分析します。だから勝率が低くなりますね。その代わりね、投資数が多くなりますけども、投資数が少なくなります。このように2つの設定がありますね。まあ通常は初期設定からこの設定でね、ここは大体変えなくていいですね。ここは変えなくていいですから、ね、ここだけ数値を上げて調整ください。でこのようにね、今黄色っていうのは分析されてまして、左が現在のね、この表示中の勝率ですね。で右側が一番いいのが見つかった勝率のです。で1時間後見つからなかったらこれになるわけですね。
でこれ投資数で総額、総数ですね、シグナルのね、ということです。まあ 100% でもこれいいんだけど、もっと 4しか出てないんで再現性がちょっと少ないですね。過去から現在までね、で勝率が 100% 全勝ですね、のが見つかってますけどね、数が少ないんで次出た時に、本当に 100% になるかというのはちょっとまたいろいろ状態でシグナル内容によって違います。でこれ6個ですね、シグナル 100% がこれ6個結構いいですけどね、それが見つかってるわけです。これが 83% ですね、6個。これ 81% で16個あって、これ22個あるっていうわけですね。でこのようにピーってなったらね、また良い成績のものが見つかったということで更新されるわけで、1時間分析更新されます。だからピーとなったごとに1時間延長されるので、シグナルが送るまで1時間待たないとダメです。でシグナルが送るまでになりますと白文字になります。全部これね、白文字になります。そしてシグナルを送りますので注意してください。今この一番いい勝率のものをね、分析しているわけですね。でこのようにこの投資数が多いとね、これ 100% の3個しかないわけですけども、例えば100個あると再現性があるんで非常に楽に勝てるんですね。でそういうのが見つからないんですけどね、勝率がちょっと低いの 75% ぐらいで、例えば100個ぐらいあったらね、80% で100個戻し数があると再現性があるんで勝ちやすいということですね。そんなら楽勝に勝てるわけです。で正確にね、過去から現在までの分析、このライン数、数の前から過去から現在まで正確にその稼げる勝率のいいやつを分析して、ここに見つけていきますから、まあ良いね、この 100% とかで投資数が多いので投資すると稼げるというわけですね。楽に稼げるわけですね。でこれ今 100% の5個ですけども、まあ少ないんでまだ分かんない、再現性がないかもしれませんね。次シグナルが出ても負けてしまうということが多くあります。まあ5個だからだいぶいいですけどね。でかといってこの数値はね、何個以上って設定できますからね、例えば30個以上のもののシグナルを見てね、一番勝率のいいので投資するというの、のが今基本ですけどね、まあ 71% しかないけども、これ7個だけだからちょっと少ないんでね、よくないですけど、まあ、多いのないですね。でこれ23個、これ 69% で23個投資するんで、こういうので投資するかね。この 90% 10個も出てるんで、これ11個出てるんで、こういうので投資すると、少し稼げるという感じになるんじゃないかと思いますね。ちょっとね。で、これね、シグナル出てますけど、00分に計算されてます。それは表示されてませんけどね、ハイアンドロイ社の00分ね、決算。全部そうですね。シグナルが出てから次の00分に決算された計算ですね、この勝率は。ちゃんと、計算してます。あと気をつけることはないと思いますけども、このようにね、ピーって落としたのがまた見つかったわけですね。通過区によって全部その見つかったらピーってなりますから、また1時間分析します。またなりましたね。これまたいいのが見つかったわけです。ね、このようにね、勝率 100% っていうのがいくつも出てきます。こう7個、これもいいですね。勝率 100%、 これ3個しかないね、7個、3%、 3個、ねね、
まあ、10個以上のはいいと思うんですけどね、これ90%のでこうした方がいいかもしれませんね。というのは、再現性がないんですよ、あんまり勝率の数が少ないと。100% で100個ぐらいあったら、シグナルがあったら、非常にもう楽勝でね、稼げるんですけどね。で、まあ、現在見つかっているのが 100% の3個。で、今のが表示中のが 56.9%、58個ですね、シグナルがあるんです、出てるんですね、これね。という意味です。で、黄色というのは、一つは見つかったよと、ね、いうことなんですね。赤文字は何も見つかってないということになります。良いものがね。それで、これ、見つかって1時間経っても見つからなかったら、一つ見つかった一番いいので、シグナルを出します。で、白文字になります。それで、シグナルを出してから、成績が落ちるとまた自動でね、最適化して分析して、繰り返します。でね、茶師割り引がありますから、その時は一回全部立ち下げてください。立ち下げてまた立ち上げてください。決めた設定値でね、合わせて、でそうしますと、シグナルが出やすくなります。あとそういうことですね。これ 100% の7個。これ結構いいですね。で、これ今1分足でやってますけど、5分足、M10 の、ね、5分足、15分足で分析してみると、もっと、前から分析できます。荒くなりますけどね、分析がね。これだと1週間もないよ。1週間ちょっとか、3日間ぐらいの分析ですね、これだとね。3日前からの分析です。1分足ですね。で、このようにシグナル出たら、このハイアンドロー社のね、ハイアンドロー社の、これですけど、このね、ハイアンドロー社の、これですね。この1時間足をですね、これですけど、ちょっとね、今応答がね、限界になってまして、ね、このように今デモ講座でね、この1時間足をに、こうですね、これでね、今デモだからこうですね。で、これで通してください。で、こう例えばこうにパッと出ますから、シグナルが出たら上か下か、これでね、今これ一発でね、取引できるようになってますけどね。まあこれで上か下かを押してね。で、これをクイックすると。シグナルが出たらね。このハイアンドロー社の、このね、リンク先ですね。になりますから、この1時間足をですね。それでハイアンドローか、ハイアンドロースプレッド、両方使います。ね。ハイアンドロースプレッドか、ね、これ2倍だからいいですけども、中間がね、マーケージありますから、スプレッドが、ね、出ますでき入りますからね。でこれは 1.89 倍ですね。というように、このゴールドのなんかも使えるわけですね。ゴールドは、まあ、一般的な通貨でね、1時間足ということでね。でゴールドは今 MT4 の方に入ってませんから、で、シグナルが来たら、この上か下か取引するわけですね。このシグナル通りに取引すればいいわけですね。
でこの投資数と勝率を見るか、投資数を多いのを見るかということが趣旨ですね、重要ですね。それで、このシグナルのこれ今 100% で 5個、この7個だからこっちの方が一番いいんですね、ということですね。これが一番いいと、優勝率 100% の方が7、シグナル数3日前から7個出たというのがあるんですね。これを狙うというのは結構いいかもしれないですね。まあ、こういうふうに勝率が 69.6% で23個っていうのはありますけど、投資数が多いからね、再現性があるんですね。だから少しの勝ちで稼ぐかというようなこともありますね。でこのね、投資数はね、自分で10個とか100個とか設定できますからね、数を多くすると以上という分析の勝率を探します、ね、この設定値ね、さっき2つありましたでしょ、ね、その上のところの今3個以上にしてるんですけどね、投資数が3個以上で勝率がいいの、だから30個以上で勝率がいいのっていうのです分析した方がいいかもしれないですね。次の再現性があると、今後のことがね、そういうことですね。これ、まあ、リンク先にね、この、最強のね、100% 分析が可能というね、のがありますから、USDJPI は無料で使えますので、利用ください。期間リースですね。リースです。1年間利用となってますのでね。ご注意ください。一応来年の12月まで使えます。来年の12月までね、使えるようになってます。まあそういうことですね。ぜひ、100% 勝率可能な、インジケーターの紹介でした。